皆さん、こんにちは。ブルーフィッシングのブルーです。いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。今日はね、ちょっと、この昼間、日陰をなって、釣りをやっていこうと思います。最後までね、ご視聴よろしくお願いします。はい、まあね、この、まさに、バスいます。ここね。よっしゃ、はい、来ました。はい、ちょっとね、またポイント移動していて、まあすぐ近くなんですけど、ちょっとね、水草とかそこのところを狙っていこうと思います。まあ今ちょっとゲームカットテールやってきてるんですけど、本当に厳しい、この暑さは。全然魚が来ない。全然食わねえから。これピンチだよ。あ、僕は跳ねた。よっしゃ、よっしゃ、これはでかいよ。これでかいよ。あ、そっちか。あ、バスや。よし。よしよし。あ、やべやべ。そいちゃん。そこは違う。そこは違うよ。やめてよ。そこは行かないで。オッケー、オッケー。そこは行くな。そうだ、そうだ、そうだ。そこだ。よし。よっしゃー。やった、釣れたー。やっと釣れた一匹。嬉しい。ああ、やっぱりね、角を狙った方が良かったですね。
よっしゃー。はい、じゃあね、早速、商品化。カットテール4インチ、こちらを使ってやっていこうと思います。で、実はね、このね、下にね、バスが、結構40ぐらいが結構止まってるんで、いるんでね、ちょっと、使えないように、やっていこうと思います。下地があるんで、あんまり下地置いちゃうとね、下側バレで、見えちゃって、ちょっと距離を取って、迷って。迷ってから、離すという。あ、あの人。やっぱ日陰と流れあったら、いますね。床の付け方で。魚がね、バスはいるけど、さっきね、ここを撮影する前にね、こうか。ここでダーッと置いちゃう人もいるけど、あーっと、落ちた。これ、要は先手。ええ方。ああ、やっぱり元気やな。こんばんは。さっそく帰った。よし。帰る。これもね。はい、すいません。やっぱ日陰あるんで、ちょっと、払いかして、釣りした方がいいと思います。で、なんとか周りで、うまく利用して、しました。じゃあ、計測してみようと思います。はい、釣りました。まあね、サイズ測ってます。サイズなんです。こちらですね。はい、36センチです。なんとか釣りました。